今回の大調査は2023年6月に発売予定のゲームタイトルで皆さんが気になっているものを大調査してみました。1474人と非常に多くの方にご参加いただきました。ありがとうございます。皆さんのコメントとともにご紹介させていただきます。第5位、112票、超探偵事件もレインコード。第5位にランクインしたのは、弾丸論破制作陣が再集結し開発されたダークファンタジー推理アクション超探偵事件もレインコード。投票してくれた皆さんのコメントはこちら。謎解き物が好きなので、ビジュアル等の雰囲気も合わせて気になる。弾丸論破制作陣が6年かけて作ったゲーム、気になりすぎる。世界観やキャラデザが好みで、インダイで見た時からずっと気になってました。あと死神ちゃんがかわいい。弾丸論破の制作陣が再集結して制作されたタイトルというのもあり、どのようにストーリーが展開されていくのかが気になっています。ミステリーとファンタジーが一緒になっているのが面白そうだったから、弾丸論破シリーズも好きなので楽しみです、などなど、ゲームの雰囲気や弾丸論破ファンだから期待が大きいという声が多く寄せられました。続いて第4位、126票、みんな大好き塊魂アンコールプラス王様プチメモリー。塊を転がし、あらゆるものを巻き込み大きくする、みんな大好き塊魂がリマスター版となって登場。投票してくれた皆さんのコメントはこちら。小さい頃にとてもハマった作品のリメイクなので、前から気になっていたタイトルだったので、この機会にやってみたいと思ったから。設定のシュールさが好きなのと、とにかく塊を大きくするゲーム性がやっぱり好きだから。無印アンコールプラスを一斉トライアルを遊んだ時、なんだこの面白いゲームはとなったので、買おうと心に決めてあります。待ちきれない。みんな塊足りてるのように、塊成分が足りてないので、むちゃくちゃ遊びたいです、などなど、ユニークなゲーム性や気になってたので移植が嬉しいという声をいただきました。第3位、157票、ストリートファイター6、俺より強いやつに会いに行く格闘ゲームの金字塔最新作が3位にランクイン。投票してくれた皆さんのコメントを見てみましょう。ストリートファイター03からハマったストリートファイターシリーズ、どんどん進化しながらも 2D の格闘対戦ゲームというところは変わらず懐かしさも感じるため、格ゲーというジャンルが気になっているのですが、どうにも不器用な自分はコマンドやコンボがうまくできず、いまいち継続できませんでした。ストロークではワンボタンコマンドや自動コンボなどで難しいコマンドやコンボをせずに済みそうなので、とても楽しみにしてます。新シリーズであり、モダンタイプの操作が可能という、今までの根幹を覆す新しい取り組みが楽しみ。モダンタイプでコマンド入力が苦手な方でも飲み込む要素があるから、これで少しは渡り合える。対戦格闘ゲームの金字と RPG 要素もあって、注目度は否が応でも高まる。カプコンは本気だから、ベータ版の時点で神ゲー、などなど、昔からのファンの方やコマンド入力が苦手な方向けのモダンタイプを歓迎する声などいただきました。第2位、263秒、世界樹の迷宮1、2、3HD リマスター。2007年から2010年にかけて発売された世界樹の迷宮シリーズの1から3が HD リマスター、さらに1パッケージとなって登場。ご投票いただいた皆さんのコメントを紹介させていただきます。気になってたけど、元は DS のゲームだったこともあり、なかなか手が出せずにいたゲームなので、また新宿に行きたくなった、シリカに会いたくなった、桜を見たくなった、フロントガードさんに会いたくなった、冒険者になりたくなった、ネイピア姉さんに会いたくなった。世界樹の迷宮シリーズは1から4までプレイしていて、サントラは1から3まで持っています。音楽が特に好きなので、 HD 画質の大画面と楽しみたいと思います。長年待ち続けたシリーズの再始動、まさかのスイッチ移植、嬉しすぎた。世界樹の迷宮がスイッチで出ないかなってずっと思ってたので、発売が決まってとても嬉しかった。初めてプレイしてハマったのが 3DS のからだったので、まだプレイしてなかったナンバリング。 DS の下画面機能を利用したマッピングシステムをどのようにスイッチで再現していくのか楽しみで仕方がない、などなど、気になってて移植を心待ちにしていたファンの方が多くいらっしゃいました。そして栄えある第1位に輝いたのは、300票、ファイナルファンタジー16。前作から7年ぶりにナンバリングタイトルが発売されるファイナルファンタジー16が1位に輝きました。ご投票いただいた皆さんのコメントを紹介します。 FF14 が好きなので、そのチームが作っているのが気になるのと、犬がめちゃくちゃ可愛い。重量、グラフィックがとてつもないクオリティだし、アクションも爽快感がありそうで、すごいゲーム体験ができそう。何よりファイナルファンタジーシリーズが好きなので。人気シリーズですから、理由なんてわざわざ言う必要ある。
インタビュー記事で読んだ開発担当チームの考え方、開発の進め方などに期待が持てると感じた。 FF ナンバリング最新作で PS5 の性能を存分に活かしたタイトルだと思うので、吉田 P が FF14 を面白いゲームにしているというのも安心感があります、などなど開発陣に対する熱い期待があふれたコメントが多く寄せられました。いかがでしたでしょうか。今回ご投票いただいた皆さん、たくさんのご投票本当にありがとうございました。紹介しきれなかったタイトルはニコニコインフォで紹介してます。そっちもご覧ください。これからもゲームについてのいろんなことをアンケートさせていただきますので、ぜひご参加ください。また次回のゲーム大調査で会いましょう。